さあ、続いては新コーナー、上がるでございます。まだちょっと、あの、謎のベールに包まれた謎のベールに包まれたコーナーって何なんだよ何の説明もなかったもんまあ、最終的に俺が上がるって言えるようなことが、うん、送ってくれればいいかなとは思ってますけども、はい、まあ、まだまだね、ちょっと謎のベールに包まれどういうことだよ。誰が全貌知ってんだよ誰も知らないまだ始まるんですね、ラジオネーム三平。さびれたバーで打ちひしがれている牧陽子さんの隣に座って、オタクって本当に嫌ですよねなどと話しかけながら徐々に距離を縮め、右肘を不自然に伸ばしておっぱいをツンツンした直後、ドラマ SP で見せた合気道っぽい凄技でフロアにバチコーンと叩きつけられ、眉間の上を8センチほど切りたいこれはね、わかるの方です。わかるって言ってくれればいいのに。これしっとりしてますね。しっとりした作品でした。シビア。これじゃあ、なるほど。シビアだな。なかなか出ない。軽い、上がるっていう。ラジオネーム、センターエビス。ヘンゼルとグレーテルの要領で、女子校の前から、俺のポコチンまで、道しるべのパンくずを残した俺。広瀬すずちゃんや橋本環奈ちゃんがパンくずを頼りに俺のポコチンのところまで来るのを待つこと8時間、深夜2時の公園で口の周りにパンくずをつけた500匹のドーベルマンに襲われ、そりゃないよーって言いたいいやこれはこれはまあドキドキするですね。これは上がらない、まあまあ。待ってる時はドキドキするでしょ、ね、ドーベルマン来るまでは。まあそうですね。ドーベルマン来ちゃってるからな。ドーベルマン来ちゃってるから上がらないよね、そりゃ。難しいよね、なかなか。まあ謎のベールに包まれてる。ただ有吉さんのさじ加減だ。ベールじゃないの。ラジオネーム。まだお前らはここ好きだな、相変わらず。もっと新しい子も見つけてほしいという思いはあるけどね。ああ、はい。ね、まあ好きなのはわかります、皆さんが。ラジオネーム千本ノック。お尻の部分だけを見せた広瀬すずちゃんと広瀬アリスちゃんに交互におならをしてもらって、どっちがすずちゃんので、どっちがアリスちゃんのおならかを選別する。最初に選別するか。最初におならをした方がアリスちゃんですと回答する俺に対して、違いますねと鈴木史郎さんに不正解であることを諭された。全然なんでこう長寿クイズみたいな全然これ上がらない、上がらない。そんな難しいな。ラジオにブラザーフットオブスティール。高層マンション30階に住んでいる俺は、日当たりのいいベランダでいつものように日光浴をしていた。すると上空から縮れた毛のような物体が落ちてくるのを目撃する。縮れた毛はゆっくり地上へと落下していった。俺は、なんだ？超常現象か？と思い、ベランダの手すりから乗り出し、上の階を見上げると、真上の部屋に住んでいる志田未来ちゃんが、同じくベランダから乗り出し、俺に向かってこう言う。すいません、ベランダで陰毛処理してたら風が吹いてきちゃいましたご迷惑おかけします俺は未来ちゃんに向かい、うるせえな、ベランダで陰毛処理なんかしてんじゃねえバカ、今度やったら張り倒すぞこの野郎と言い放ち、そのまま地上へダイブして追いかけていくなよ追いかけ、わかるよ、わかるの方ですね、これは。わかるは違う、上がるは違うのか。ラジオネーム千本ノック。有村架純ちゃんと一緒に墓参りに行き、俺の先祖が眠る墓石の周りに唾を吐きかけてもらって、先祖の人たちから感謝されたい。これはね、と思いだねだね。いや、すげえあるじゃん、ジャンル。下がるぐらいだと思ったでしょ。ラジオネーム犬まんじゅう。人思いもあるの。美術館で
ラフ像を見ていたら勃起をしてしまい、それに気づいた学芸員の木村多江さんに困った顔で微笑みかけてほしい。これはわかるね。わかるわかる。かるしっとりしてるもんね、作品が。いや、まあまあまあ、そうですね。居酒屋幽霊的な。木村多江さんも相まって。見たことないけどね。居酒屋幽霊。ラジオネーム、起きてるし、ビクトリア・ベッカム、テイラー・スウィフト、マイリス・サイラスの3人と麻雀をすることに。なんでだよ。ビクトリア・ベッカムのやたらにでかいポンの声で、実はちょっとションベンをちびってしまったのだが、テイラーとマイリーには知られないよう、熱々のお茶を飲みながら、淡々と麻雀を打ちたい。これただ面白い。まだあんのか。もらえた。ラジオネームゲス沢。身長178センチ。抜群のスタイルを誇るテイラー・スウィフトさんに、納豆の効果や効能、美容面でのメリットを熱弁する俺。美意識の高いテイラーはすぐさま納豆を頬張る。だがしかし、納豆が口には合わない様子のテイラー。すると突然、おー、クレイジージャパニーズフーズ、ファックと激怒。口に含んだ納豆を俺の顔面にぶちまけてきた。もちろん僕はその納豆を食べたい。だなですね、これ。だな。同意はするんですよね。だな。読めば読むほど迷路だよ。どうなんだ。どう上がるか。こっちも一個字になっちゃう。上がるが出たら終了なんじゃねえか。ラジオネームクラウンマジェスティ。初めての合コンに来た俺。ドキドキしながら待っていると、そこに来たのは絶世の美女ばかり。その中になんと吉岡里帆ちゃんの姿が。そして楽しくおしゃべりをしていると質問タイムが始まった。俺は勇気を出して、週何回オナニーしますかと聞いてみた。すると里帆ちゃんは顔を赤くし、恥ずかしいから先に男子から教えてよと言ってきた。俺は格好つけて、ああ実はオナニーしたことないんだよね。中学生みたいな嘘をつきたい。そうしてくださいですね。そうしてください。カウンセリングのコーナーでしょ。ないんだよ。ラジオネームオマットさんでした。部屋でしこっていたら、あんたいい顔でしこってるねという声が聞こえた。周りを見ても誰もおらず、恐る恐る上を見ると、天井の角に張り付いている安心戦隊アルソックの吉田沙保里さんがいた。いや、ちょっと沙織さん、今僕オナニー中ですよと注意しつつも、沙織さんをチラチラ見て反応を伺いながら果てたい。いやもう変わってんなぁ。お前変わってんなぁ。全然出ない。ラジオネームマザーズミルク。石原さとみさんに、勃起したチンコの裏筋が鬼の顔に見えるんだとギンギンのチンコを見せたところ、いや鬼じゃなくてコーギーなんだけどと真顔で指摘され、コーギー、コーギーって犬のと言いながら赤鬼のように頬染めた。何を言ってんだよ、本当に。この前でも、ボディービルダーの高校生のことをマツコさんとやってる番組で紹介しててさ、うん、もうすごくてさ、昔イメージね、うん、ボディービルの大会のイメージでさ、キレてるとかさ、はい、そうですね、あ、はいはい、すごい盛り上がってるとかさ、いざだ、キレてる、絞れてるとか、かなと思ったら、最近もうすごくてさ、あ、背中がカニの甲羅みたい、足だけが歩いてる、さ、背中がチョモランマ、大胸筋がチョモランマみたいすごいね、大喜利みたいな、そんなのすごいね、今掛け声が面白くて、笑っちゃうの。あ、その人独特の筋肉っていうことなんですか、ね、その褒め方だね、そういう褒め方になってきて、キレてるとかだけじゃないんだよ。
マリアナ海溝みたいな深い堀い文章がちょっとすごいなぁ、ね、で、こんなんいきます。上がる、私有吉のテンションを上げてくれるようなメールをお待ちしております。ラジオネームパンチドランカー斉藤。パソコンのエロ動画を調べるのが世界一早い俺に、美人上司の鈴木杏樹さんが声をかけてきて、君みたいな変態がきっと iPhone とか作るんだよねって言われたい。うん、いいですね。だからね、しゃくれーですね、これはね。しゃくれーです。しゃくれてはいないですよね。しゃくれてはいないです。ラジオネーム、豆腐小僧。泉里香ちゃんのブラジャーに、炊きたてのご飯を盛り付けて、食べたいです。美味しそうです、ね、美味しそうです。上がるですからね。ラジオネーム、田中誠志郎。マリックの娘、ルナの鼻チェーンの片方を、俺の鼻に繋いで、そのままセンター街を練り歩き、渋谷の若者たちの間で、牛男という渋谷に出現するユーマとして噂になり、新たな都市伝説作りたい。全然上がらないよ、こんなの。全然よ。ルナちゃんの鼻チェーンの片方を鼻に繋ぐっていうところでもうゲボ吐く。ゲボは吐かないでしょう。渋谷また怖くなったなってなりますね。ラジオネームエスロ。カープ女子で勃起しようと思い、マツダスタジアムで野球観戦に行くも、エルドレッド選手のファールボールが頭を直撃して広島の地で息を引き取り、マツダスタジアムの守り神としてカープファンに一生愛する。上がらないじゃんこんなの。分かってんのかな、意味分かってんのかな、こいつら上がるっていう。ラジオラッパー崎バチョフ。俺のチンコ見てやついねえがーと言いながら鬼の仮面をかぶって練り歩くチンハゲを秋田県でやっていたら、秋田家女が現れて、おめえそんなチンコ見せてえのか、だったらオラが見てやるから脱いでみろって言ってきたので、ズボンを脱いだら、秋竹城が俺のチンコを見て、へえ、信じられないほど皮かぶってる、臭いし小さいし恐ろしい化け物包茎チンコだと腰を抜かして震えながら、ションベン漏らしてほしい。どういうことだもんな。テンション上がるってことだけどな。それを見てね。うん。あんま分かってないのな。ちょっと理解されてない感じがありますね。ギャル語とか使わないのかな。うん、ラジオネーム学ぶ。有村架純ちゃんに、自分の欠点を長所に変えなよ。ね。と言われ、包茎チンポの皮を使った南京玉すだれを持ち芸として一世風靡した俺。今日は晴れの舞台。最前列には有村架純ちゃんが見に来てくれている。さては玉金皮すだれ。ちょいと伸ばせば、ちょいと伸ばせばスカイツリーにもさも似たり。さては玉金かわすだれ。ちょいと伸ばせば、ちょいと伸ばせば、しだれ柳にさも似たり。どうやってと、包茎チンポを思いっきり伸ばして、最前列の有村架純ちゃんの目元まで届け、架純ちゃんの柔らかな指先で、そっとタッチしてもらいたい。苦労してるですから、これは本日あげよう。なんだよ、玉金かわすなんて幼稚だわ。ラジオネームエスロ。体型維持のために全裸で
腕立て伏せならぬ自分のチンコで体を支えるチン立て伏せのトレーニングで汗を流していると、通りすがりの沢尻エリカに、おいチンコに砂付いてるぞと言われ、汗拭きシートでチンコを拭いてもらい、沢尻さん優しいですねと言うも、汗拭きシートのスースーする感じがチンコに染みてきて、エリカ様の真の目的を察し、騙されたと痛がってる様子をエリカ様に大爆笑しながら見られて、あまあまあ近いですね。これこんなもんにしてる。怖えわ。上がるのコーナー。私アリーシのテンションが上がるメール探しております。ラジオネーム梵天。仰向けの状態で床にくくりつけられ、下半身を露出した栗山千明さんに顔面の上で仁王立ちをしてもらい、24時間の間10秒間に1回おでこに清水を一滴ずつ垂らされたい。あー、わかるこれ。わかるですね。わかりました。わかる。最高でしょうね。いやいや、これはずるいですよね。そりゃそうですよね。これはもう溺れさせてほしいぐらいですよ。絶対飲まない。俺はもうずっと下で転がしてる。ほとんどそういうの溺れるまで溜めます。溺れるまで溜めます。なんで2回言ったんですか。味ないでしょ、ね、その頃。大丈夫。足くじいた沢尻エリカさんにチンコに顔を描くとゾウさんみたいになるらしいじゃん、ちょっとやらしてみろよと言われ、無理やり僕のチンコに顔を描くと沢尻さんは、お前方形だしチンコ小さいからゾウじゃなくてアリクイになってんじゃねえかよと笑いながら僕の頭をペチンと叩いたので、僕はへへすいやせんと照れた。沢尻エリカさんの人はもう古い。ラジオネーム戦隊です。駅前で小学生たちを引き連れ、募金箱を持ち、アナルに平和を、ピースオブアナル、アナル募金お願いしますとアナル募金をしていると、そこに土屋アンナさんが現れ、その心意気買ったと俺のアナルに現金30万円分の商品券をぶち込んでもらえた。優しいですね。優しいな。優しいな。ちょっとありそうだね。ラジオに起きてるし。ああ、アビルユーの旦那が、な浮気したのっていうニュースが、はい、あ、ちょっと笑ってしまいました。なんで今差し込んだんですか。ラジオネーム起きてるし。世界最難関のボルダリングのゴールまであと少し。掴めそうなホールドは2つしかない。富永愛の顎か、ガッキーのバストか、尖った顎に手を伸ばせば賞金1000万円はもらったも同然。それでも指先に柔らかな感触を残し、僕は地面に真っ逆さま、よりによってスベスベじゃーん。勃起したまま地面に叩きつけられた。男だな。男は辛いよだな。なかなか。富永愛さんあんま見ないよ最近ね。なんかどうしたの、ね、あげとこう今のね。パン。そうかやってらっしゃった。やっぱり富永愛は高校生の時に、うん、写真撮ってもらったって、制服の時のギャルっぽい富永愛の写真が一番いいな。かっこいいな。背が高くてな。あの時ちょっとうっと思ったけどな。ちょっと大人になりすぎちゃったんですよね。いろいろ出るようになってからちょっとなんか不気味になってきたな。無人島でサバイバルしたりしてましたからね。いろいろね。ラジオネーム三平。キャンキャンの編集長に上り詰め、寺島進の髪型になった寺島忍のアイコラ写真を12月号の表紙に無断使用し、今年の冬はきれいめ板前スタイルで決まりと銘打って、イルミネーションに染まる表参道をいかつい角刈り女でいっぱいにしたい。上がるわけないだろ。何言ってんだよ。バカじゃない。ラジオネーム悶絶。アパホテルに泊まることになったので、なんとなく予約の名前を袴田にしてみた俺。当日
予約した部屋に入ってみると、枕元にアパホテルの社長の顔が描かれたコンドームの箱が置かれていたので社長の心意気に深く感謝しながら、誰も傷つけることなくしこりたい。上がらないから、そんなの上が下がるだろう、そんなの。アパフリンっていい、すごい言葉だな。そうですよね、ポイント食べてってね。せっこいよな。ラジオネーム長崎チンポ。全裸で死体となって発見された俺の体を刑事の柴崎浩が事細かに調べ上げ、チンコを見た時に、こんなにチンコに皮がかぶってるなんておかしい、この包皮がきっと事件の鍵、いや事件の狩りを握ってるに違いない、と言って福山雅治を呼び出し、雅治が俺のチンコを見て、実に面白いと言ってから、オープニングが始まるカリレオというドラマを見てみて。上がらない上がらない痛い、何言ってんの、上がらない。そんな難しいコーナーじゃないけどな。ラジオチェコの大砲。俺の金玉でピンポンを始めた広瀬姉妹。アリスの放った金玉スマッシュが鈴のラケットを弾いて、金玉がロッカーの下に潜り込んでしまう。二人がロッカーの下を這いつくばって俺の金玉を探してる様子を俺の LINE のアイコンにした。バカだね、とんでもな。上がらないよ、でもそれじゃあ面白いだけじゃん。チョチョポリス。ハイヒールのヒールではなく、つま先部分をアナルに刺して遊んでいると、それを見つけた沢尻エリカから、いや逆逆って突っ込まれた。沢尻エリカじゃなくていいだろ別に。いいね。ラジオネームセンターエビス。どうしても本田美優ちゃんの口から下ネタが聞きたかった俺は、紙に食べ物の栗と動物のリスの絵を描き、これなんだと尋ねる。すると美優ちゃんは何の迷いもなく、金玉とドブネズミ。そんな恐ろしい言葉を耳にした俺は、化け物が来るぞと隣町まで逃げたい。上がらないんだろ。エンジェル上げとこう。おめでとうございます。以上しときますか。ラジオネームチョチョポリス。上がるのコーナーですね、はい、私がテンション上がるメールをお待ちしております、はい。ラジオネームチョチョポリス。マックの開発者となった俺はベーコンポテトパイ、通称ヘイホンホヘホハイの第2弾チーズポークパイ、通称チンポクサイを開発する。そのまま女子大生の隣の女子大の隣のマックで働き、女子大生から、あーすいません、チンポクサイくださいと毎日言われ続けたい。言わないよ絶対。いいアイデアですね。あーあーよかった、池上先生からいいアイデアこれあげときます。はい、おめでとう。ラジオネーム、ムー大陸。遅ればせながらピコ太郎にハマったマヤミキさんに、ペンとパイナッポーとアッポーとペンを順番にアナルに入れてもらうも、パイナッポーの時点でギブアップしてしまった俺。そんな俺に叱咤激励の意味を込め、諦めないでと一言添えて、ケツをパイナッポーでぶん殴ってほしい。あー上がるかもな、うん、上がるかもしれないね、うん、いいね。大変すぎます。おめでとう。パイナップルから入れてもらったのかな、うん、どうだ。ペンはまず入ったんですよね。ペンは入ったんだよね。ペンパイナップルでギブなのか、ギブですね。で諦めないでって言われてぶったたかれた、ぶったたかれたんだ。入れるはずのパイナップルでぶったたかれたんですね。このパイナップルはスタッフがマヤさんが美味しくいただきそこまで込み込みでね。ラジオネーム名探偵ラブです。ゴルフ場のボールを立てる、ピンを
ビンビンに勃起した自分のペニスに交換したものの、イ・ボミの妙技で全くペニスにゴルフクラブが当たらず、悔し射精でバンカーをオアシスに変えたい。いいボミはいいけどね。いいボミはいいですけどね。すっごいボリュームだよね。ラジオネーム葉脈。美容に気を使ってジムに通う剛力彩芽を見つけたので、遠くからお前なんかが美容を気にしてんじゃねえよと言う。それにブチ切れた剛力彩芽がダンベルで殴ってきたので、お互い死ぬまで殴り合って天国では仲良く草原を駆け巡りたい。バカなんだよ。絵は浮かびましたね。しっかりと。いや、ドームライト高山みたいな。ダンベルでお互い死ぬまで殴り合う。いいね、なかなか。剛力彩芽ちゃんいいね。うんうん、あげとこう。おお、すみません、やりましたね。ラジオネーム食いしん坊や。金玉に生えた毛だけで作った特製ブレスレットを路上で販売していると、偶然通りかかったアンミカさんに、あら素敵なブレスレット売ってるやないですか、黒いブレスレットにはね、夜の神様に愛されるから芸能の人はみんなつけた方がええんよと全て買い占められ、その後アンミカがモデル仲間に配ったであろう金玉ブレスレットをつけたE ガールズをミュージックステーション見ながら一杯飲みたい。アンミカからE ガールズに絶対渡らない。いいね、アンミカが渡すっつったらどうせ西川綾子とか大林素子とかその辺になるの、どうせよくて安めぐみだろ。届かないですね。ラジオに三平、高みな具合悪いんだからふざけんじゃねえぞと吠える大島優子さんの真後ろで腕組みをして、そうだぞ高みなは具合もスタイルも顔も悪いんだからふざけんじゃねえぞと便乗し、優子の裏剣で鼻を叩き折られ、ひっくり返った挙句激怒して詰め寄ってきた具合の悪い高みなに、この野郎この野郎この野郎と何度もストンピングされあばら折られたい。なかなかいいけど、なかなかいいけど上がらないですね。高橋みなみにこの野郎じゃん俺は上がらないですね。惜しいな。惜しいけどね、やってることはなかなかいいですよね。そうなんですね。やってることよかったですね。ラジオネーム、ラッパー酒バチョフ。風邪をひいたので点滴を打ってもらいに病院に行き、現れたのはナース姿の白石麻衣。勃起しながら早いな勃起が。勃起しながら腕を差し出し、白石麻衣が俺の腕に点滴の注射を打とうとするが、何回も何回もミスって、ド M の俺は興奮していたら、白石麻衣が、私じゃうまく打てないから先輩ナース呼んできますねと言って、出てきたのは江夏豊。素晴らしく手慣れた注射さばきで点滴打たれ、風邪治した。なんで江夏さんのこともう言う、まだ江夏さんのこと言うかね、まだ。清水明さんですかね。はいはい、本当に気をつけないと、新妻明日は我が身だぞ。いや、してませんよ僕は。何にもしません僕それ。まあ何にもしてないって言うよ、やってるやつは。いやいや、お金ある人がやることでしょ、ああいうのっていうのは。いや、それはそんなことないよ。そんなことないよ。そんなことないよ。それは外国なんかでは貧者のドラッグみたいなもんもあるんだから、貧乏だけどそれをやるんだみたいな、体に悪いやつを。いやいや、でやってるやつは大体やってませんとかね、何にやってないとか、僕だけは大丈夫ですっていうね、言いますね。いや全くやってませんよ本当に。がっかりですよね。やってないって。うん、やってないですよ。やってるやつはやってないって言うよ、うん、お前やってるだろ。やってます。そうなるんですよ。もう警察呼ぼう、マジでじゃないんだよ、マジで呼ぼうっと。やめなさいよ。変にまとめられるでしょまた。
兵様薬物使用認めるって逃げでしょ。兄座のもん、いや兄座のもんなんかねえんですよ。兄座のもんなんか。さあ続いて上がる、私有吉のテンションが上がるメール募集しております。おちんちん膨らむのパターンが多いんですけどね、テンション上がるの方、そっか、別にそっち側じゃなくてもいいんですね。そうですそうです。ラジオネーム豆腐小僧、バンジージャンプの台の上で怯える俺のために、石田ゆり子さんがその場で脱いだパンツを下に投げるのと同時に俺もバンジージャンプしたいです。わかるわ。俺もうへっちゃらだなこれ、うん、石田ゆり子さんのパンツ追いかけて、石田ゆり子さんのパンツはいいですね。いいね、いいですね。今これいいんじゃない、久々に一番いいパンツじゃない、はい、パンツ情報の中で。いやでも本当そうじゃないですか。いや本当そうだね、うん、これでも本当、おいこれは本当に意外とありそうでなかったですね、石田ゆり子さんのパンツ。そうなの、うん、石田ゆり子さんのパンツって発想があんまりないからね、うん、我々には、うん、いや今の意外だったな。昔はね若い頃はあの妹の光さんと一緒にちょっと水着の写真集なんか出されたりとかしましたけどね、その頃より今がいいんだよね。今のパンツでしょうね、今のパンツね、うん、あの頃俺水着をちょっといただいて、あの食べてもいいですかって言おうと思わなかったで今はね、うん、ちゃんと言えるというか、20歳の時の、うん、石田ゆり子さんのパンツよりも今の石田ゆり子さんのパンツですね。絶対そうだね、不思議なもんだね、うん、これは出世魚みたいなもんだね。いやでもそうです ね、そうですよね、進行、小肌、うん、この城、うん、いいのだからもう今もこの城だろうね。だから昔は進行、進行も美味しいけどね、うんうんうん、それはそれで、うんうん、それはそれでなんでしょうね。あげとくパン。ラジオネームシドジェットキリュ、アナルストラックアウトにチャレンジしている卓球の福原愛選手、前もなかったこれ。アナルストラックアウトってなんか2回目だけどな、聞くの。アナルストラックアウトチャレンジしている卓球の福原愛選手、残す的はど真ん中の俺のアナルのみ。一方福原愛選手に残された時間は残り30秒、この残り30秒をふんだんに使って俺の金玉と勃起したチンコに強烈なスマッシュを当てて、ごめんなさい、強烈なスマッシュを当て続けいじめ抜き、残り1秒で見事俺のアナルにピンポン玉を入れた後、さあの掛け声を2人で一緒にハモりたい。やりません全然。俺ゴッドタンっていう番組で、はいはい、女性タレントに、うん、おちんちんと金玉にボールをいっぱいぶつけられるっていうプレーをしましたけどね。マジでマジで痛いんで、金玉の方に当てるやつがいるから、うん、金玉の方に当てるともうシカーッともう、うん、ってこうクッとな、あ油汗出るって言います、はいはいはい、その分チンコが立ちそうになるんだよね。危なかったね。いやいや、じゃあじゃないですか。やっぱりだから仕事の時に、うん、その股間が注目されてる状態で半勃起した仕事は2つだね。おそのゴッドタンのおちんちんにボールぶつけられるっていう時と、はいはいはい、内村プロデュースで、はいはいはい、深川くんか誰かの家に行った時に、はいはい、一般の素人の女の子がいっぱい見てるところでフルチンだったんですね、うん、ありましたね、あの時はもう危なかったな、危なかったなっていうか、まあ、半でして、ね、半がでもねいいのよね。あ半は半勃起の場合はさ、うん、たナチュラルの状態であんな大きいんだってみんなが思っちゃうから、うんうん、下向いてる状態で大きい。そうなんです、はい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 、だからこれはいいんだよね、はい、石田ゆり子さんに見せるときは絶対その状態で見せようと思う。は難しいけどな、だってちょっとのタイミングでそうですね、ポーンってなっちゃうから。伸びしろがあるって石田ゆり子さんがまだ伸びしろがあるんだ。そう、はあ、ナチュラルの状態であれなんだで、こっちにしてみる、3日目半勃起なんだよ。半勃起なのかしらって思うんじゃないか。半勃起なのかしらって思われるのかな。いやそれはそれですね。そうか、面白いな。半勃起なのかしらって思われてるっていうのもまた半勃起なのかな、じゃあもうあと一押しでって思っちゃうな向こうも。
そう考えてるのかなと思ったら全でいっちゃいますもんね。全ってズンってなっちゃったら終わりだからな。難しいですね。ブブーってなっちゃう。いやそうですね、この調節はね、思った以上にこれ女性の方は分かんないと思いますけど難しいんです。半勃起から勃起にフル勃起、半勃起フル勃起の間の勃起、うん、まあいろいろあるけど、はい、勃起になったらもうアウトだからね。アウトでしょうね。タオル投入だもんね。そうですね隠しらず4年持ち2個。俺がプールで泳いでいるとドローンに乗った土屋アンナさんにぴったりと横につけられる。俺が気にせず泳いでいると息継ぎをするたびエアガンで口の中狙われたい。ない。土屋アンナが昔から言ってけど土屋アンナがないんだって。その土屋アンナにいじめられるっていうのはもうそのまんまじゃない。でも一定数リスナーで思いますよね。もういるんだよ。沢尻エリカちゃんは僕はもうずっと応援してますし、いじめられたいと言ってますけど、うんうん、ちょっと土屋アンナさんの場合ちょっと違うんだよな。ラジオネームセンターエビス。武田鉄矢をリスペクトしている頭のおかしい俺は。なんでだよ。以上です。それじゃな。テレビ局から眉毛が出てきたところで道路に飛び出し、101回目のプロポーズの再現を試みるが、僕は死にまと言ったところでトラック野郎の高橋みなみにどけどけ鉄のイノシシのおとりだと豪快に引き殺され、コッパみじんに吹き飛びたい。テンション上がる要素がないよ。上がる要素一個も一箇所もないんだから。いや、あんまりだけど AKB のこのいわゆる皆さんで言うと神な神セブンとか初期メンバーとかっていう人たちで俺は興奮しませんから、うん、今日ね分かってくれるからね、うん、石田ゆり子さんとかな、はいはいはい、そうですね、ちょっと大人のさ素敵な女性が一番まあいいけどね、うん、ラジオネームチロルチョコビ。左足を骨折したトリンドル、ごめんなさい、左足を骨折したトリンドルレーナに反復横跳びをさせ、左足の踏ん張りが効かないのでずっと左側に進んでいくレーナをブラジルで待ち構えていたい。いや、ないんだよ。そのトリンドルレーナっていうパターンもないし、この罠もよくわからないし。三平、茶髪のワンレン、ノースリーブニット、チェックのミニスカ、膝まであるロングブーツでアムラーのコスプレを決めて渋谷のセンター街練り歩き、頭と口が悪いギャルたちに、何あいつ原始人じゃねと陰口を叩かれた瞬間、髪の毛をファサッとなびかせながら振り返り、ハッピーハロウィンと可愛く微笑みたい。微笑みたい、お前が微笑まれたいじゃないんだ、微笑みたいんだな。お前がお前がこれをやってんだな。上がりゃしねえよ。何言ってんだよ。トラコだよ、そんなの。バレーボーイズか。バレーボーイズのトラコだよ、お前のやってることは。さあ、続いては上がるでございます。私、有吉のテンションが上がるメール募集しております。ラジオネーム、錦鯉のゲップ。メロン農家の時は貴子さんが自分で育てたメロンを糖度計で測り、うちのメロンは糖度 18% だけど、あなたの金玉の糖度はいくらかしらと言われたので、僕は自分の金玉を瞬時に取り出す。しかし1時間前に抜いたばかりの俺の金玉はシュワシュワにしぼんでしまい、測定結果は糖度 1%。出荷基準に満たない俺の粗末な金玉を時は貴子さんに潰してもらいたい。これは男心くすぐるですね。いいです。糖度 1% か。悔しかっただろうね。あげとこう。ありがとうございます。ラジオラッパー関馬長、居酒屋で吉高由里子の乳首の色をバカにしていたら、突然に本当を思った吉高由里子が現れて、私の乳首の色が何だってと脅してきたが、俺は屈することなく、吉高由里子の乳首の色はここはブラウンだ男の意地を見せて吉高由里子に日本刀で毛さ切りされ、
すがすがしい気分であの世へ旅立ちた。男らしいですね。いいね、かっこいいな、侍みたいですね、うん、最後言い残すことはないかっていうね、クソ野郎って言ってバサバサ切られるパターンね、かっこいいね、名は残りますね。ラジオシドジェット気流、庭の花壇に水をあげている満島ひかりを見つけた俺、すぐさま全裸になり水やりをする彼女の前に飛び込みシャワーを浴びてみせた。それを見た満島ひかりは表情を一切変えることなく手元のシャワーをストレートモードに切り替え、水圧を鬼強くしてもらい俺の股間に当て続け立派な胡蝶蘭咲かせたい。咲かないよ、咲かないから。ラジオネーム5時に起きるんだ、F の群馬。俺が電車で座っていると目の前の席にミニスカートを履いた吉瀬美智子が座ってくる。何度も足を組み替える吉瀬さんに対してどうにかパンチラを見ようとして股間のあたりをガン見する俺、30分の攻防の末結局パンチラは見れないまま吉瀬さんの降りる駅に着いてしまう。そして吉瀬さんが俺の前を通って降りようとした時に、今日実は下着履いてないんだ、惜しかったねと言って微笑みながら降りていってほしい。その後殺されたりしないですね。ストレートな感じの、ね、ストレートな感じ、いいね、タイプ夢のようですね。お、はい、こういうことですからね、死なねえんだ、うん、なんか有吉反省会とかの、あの、うん、私下着履きませんっていうような人がさ、やっぱり何人か、はいはい、今まで何人かいらっしゃって、はいはい、やっぱドキドキするもんだね、スタッフもそわそわしてるもんね。それカメラさんなんか当然映っちゃいけないって気使うだろうさ、うん、そうですよね、で俺らをさ見たい見たいだけど、ね、もう最近はでも普通のパンツ履いてる人がいないね、大体テレビなんかでもミニスカート履いてる人は、あの見せてもいいなんかやつ履いてます、見せパンですね、見せパンで俺らが興奮してるとも知らずに。そうなんですよね、上行ったつもりでさらにその上からね、全然できるんだよな。パンツですからね、見せパン食べて発射することできますよ。いや余裕ですよね、余裕です、全然そんな、そんな贅沢言いませんよね。店番で十分ですよ、いただけるもんなら。ラジオネームアニーリンクス、ガリガリ君を食べていたら横に、あ、ガリガリ君を食べていたら棒にあの文字が見えたので急いで残りのアイスを一気に頬張り、棒の文字を見るとそこにはあ、私が食べた棒を再利用してます、ごめんなさい木村文乃と書いてあったので、一応はムッとした表情を浮かべながらアナルに棒を取りました。いや、お前のもう棒になってるじゃないですか。そうですね、新しい。ラジオネーム起きてるし、満月の夜なので駅前のストリートでチンコを叩いていたら東の方角から森久美子が現れ、乳房をバンバン叩き、西の方角から三木亮介のロングブレスが聞こえてきて、南の方角からは加納美香がケツをバチバチ鳴らしながら登場、偶然の産物、秋の夜長のジャズセッション、できれば最後まで聞いてほしいです。あるね、あるねえじゃない、あげとくよ、あパン、おめでとうございます、あるねえじゃない、ないよ、全くない。ジャズしてんの、ジャズしてんの、ジャズ好き、みんなジャズ好きだな最近。ラジオチェーンギャング5、500円で買った中古のダッチワイフにマジックで稲森泉と書き、それをひたすら眺めて勃起するまで飯も風呂もトイレもなしという修行を実行、結局30分後に飽きてしまい大盛りのラーメンと餃子を食い、トイレに行って風呂、トイレ行って風呂入ってさっぱりして、このダッチワイフを燃えるゴミの日に出したい。全然わかりません。すげえ、なんだろう。深い。その修行を飽きるだろうな。すぐな。すげえな。いや、何の報告だったの。お前ら。
ラジオネーム、マックロコップ。プレバトに出演をし、俳句の夏井先生に俺の俳句を添削してもらう。チンチンをしごいてしごいて冬が来る。下ネタでふざけ切った俺の渾身の俳句を夏井先生は薬とも笑わず、はい、では添削しますね。まずいい点から、しごいてしごいてという表現はしごくという動作を、まあ、2回重ねることで具体的なイメージができますね。また字余りにすることで動作の余韻残ってます。全体的なバランスも悪くないです。ただ最後が弱いですね。冬が来ると直接的には言わず、雪参るや肌乾くなど、まあ、間接的な表現を使うと読み手の想像力働かせますね。冒頭のチンチンも、まあ、つららなんかに例えた方がいいかもしれませんね。よって今日は、まあ、才能なしです。ちゃんと添削してくれるんですね。ちゃんとしてくれるね。こんなに怒られなかったんだ。チンチンを、しごいてしごいて冬が来る。これ怒られなかったんだ。大したもんだね。つららっぽいですね。素晴らしい。面白いね。あげようと思ったけど住所ないから、また今度送ってください。ラジオネーム悶絶。吉永小百合さんをたまたまお見かけしたので、素早く溝落ちにワンパンかます俺。なんでだよ。素早くお召しになっていた和服の帯に鉄板が入っていて、むしろ俺がダメージを受けてしまったが、その男気を買われ、吉永小百合さんの土地譲り受けたい。狂ってるよ。面白い。なんでワンパン入れたんだよ。ずっとしようと思ってやめてたんでしょうね。ついに現れて。エンジェルあげよう。素晴らしい。どうしようか。以上、上がる。全然上がりませんでしたけどね。続いては上がるというコーナーでございます。私有吉のテンションが上がるようなメールを募集しております。ラジオネーム真っ黒コップ。都会育ちのみちょぱに、仰向けで寝てる俺の陰毛を両手で思いっきり引き抜いてもらい、簡単な農業体験してほしい。あー、これわかるかな。これちょっとわかるな。手をグーにしたら、グーの隙間からチンゲがいっぱいニョロニョロニョロと出てる感じ。それを見せてもらったら、ちょっと興奮するかもしれない。はい、ラジオネームサイン Z。 Where is 品川ステーション。ナタリー・ポートマンが訪ねてきたので、俺はすかさずチンコを出し、ダルダルの包皮を指さしながら一言、Oh, this is チンカワ。彼女は眉を潜め、品川。俺も負けじと、チンカワ、品川、チンカワ、品川。この自然な流れで彼女とストリートラップバトル始めたい。なんでだよ。恋に落ちろよ。恋に落ちるならわかるけど、なんでラップバトルが始まるんだよ。ねえ、面白いけど。ラジオの三平。往年の吉田栄作ルックで、平子梨沙さんが運転をしているポルシェのボンネットに飛び乗り、俺もうこういう変な格好やめるから、もっと今っぽい服着るから、俺と再婚してくれと叫び散らし、高井戸インター付近で容赦なく振り落とされ、乃木坂46を乗せた後続のロケバスにかっこよく跳ね飛ばされた。わかりません。ラジオネームおまっとさんでした。美容院に行った俺、シャンプー中美容師の女の子が、かゆいところはありますかと聞いてきたので、うん、自己保身に走る政治家が歯がゆいですとうまいことを言って、なんて知的な人かしら、素敵と思われ、あわよくばセックスした。わからない。全然わからない。
セックスしたいって言っちゃ終わりですよ。ラジオネームラッパー崎バチョ。広東包茎を治そうと思い軍資金を得るべく、俺の包茎チンコは臭すぎるという同人誌を書いてコミケに出展した。楽勝で軍資金を稼げるだろうと思っていたが、誰からも見向きもされずに落ち込んで泣いていた時に現れたのは土屋アンナ。パラパラと俺の同人誌を読んだ後で、この同人誌クソつまんねえな、でもその心意気買った、100万部買ってやるから包茎手術してこいと言われお金をもらい高須クリニックに直行した。上がらないんだよ、上がらない、上がらない。まず私はあなたたち包茎軍と違って包茎じゃないですから、まずね、なんかもうその時点でもう感情移入、包茎の人に感情移入できない。それで何回も言うけど、お前ら土屋アンナ好きだな。強さの象徴みたいな、象徴。だって後々リカ子さんになるんだぜ、あれ、あれ大人になって脱皮したら、あと2回脱皮したらリカ子さん、脱皮ってあと2回でも脱皮失敗するとあっちになるからな、リリコになるパターンもリリコかリカコになるから、ね、ポケモンでいう進化どっち選ぶかだよ。おお、どっちも、でもそこは運なんだね、それ選べない、運なんですね。あ、なんかあれ、アンナの様子が飲む、ポン、はあ、リリコになるでしょ。リリコかリリコ、まあでも戦闘力高いからいいか。あげときます。パン、ラジオネーム三手。防犯カメラがついていないカラオケボックスにカバーの帝王メイジーさんを呼び出し、ハードオナニーで絶頂に達する俺の様子をカバーしてもらい、本人よりも甲高い声でドラマチックに喘ぎまくるメイジェイを見て、俺そんなんじゃねえかと爆笑しながらガシガシしこりたい。バカ言ってんじゃないよ、バカ言ってんじゃないよ、本当にメイジェイさんに何をカバーしてもらったんだ。ラジオネーム起きてるし、椎名林檎さんが率いる誇り高き山の民の一員となり、騎馬隊の先頭を走る林檎さんのケツを真後ろで見ながら竹のようなチンコを奮い立たせ、近隣の部族を恐怖に陥れたい。キングだもんやけど、でも分かるわこれは。椎名林檎が山の民の先頭に立ってたらめちゃめちゃ俺興奮すると思う。これあげよう。おおおお、ラジオネームラッパーザキバチョフ。道場六三郎の金玉を 3D スキャンして、道場六三郎の金玉のついたスマホケースを完成させた。そしてこの道場六三郎金玉ケースを流行らせるために、うん、星野亜希、永井勝、東原亜希らにステマをしてもらったところ、見事大ブームになった。巷でみんな道場六三郎金玉ケースを使っているのを見て、道場六三郎とハイタッチしたい。日本語これ。日本語がそう。出演者がちょいフロの人。全然ね、田中誠志郎。会社の面接を受けに行ったら、面接官が浜田ブリトニーだった。開口一番。普通はうちを志望した動機とか聞くんだけど、ぶっちゃけ興味ないんで、最近パコったのいつか聞いてもいいですかと言われたので、昨晩、20代 OL と30代看護師と、3P に勤しんでおりましたと、どうしても受かりたかったのでつい嘘をついてしまったのだが、結果として一目置かれ、見事面接受かりたい。いや、なんでだよ。何を言って、英会話スクールか、ここ。
ラジオネーム、うん、クラウンマジェスティ。今が旬の青森県産高級サンマ、その脂が乗ったサンマを七輪で皮がパリパリになるまでじっくり焼き上げる。香ばしい匂いが俺をベールのように包み込む。そのサンマに綾瀬はるかのおしっこキュッと絞り、大根おろしと一緒に食べたい。はい、わかります。いや、早い早い、これは早い。パンスそれでもそれずるいから。ずるい、ずるい、だからそんなのもだってなんていうのかな、考える余地もないじゃん。なんかもう ベタなやつを、うん、それだってもう美味しいじゃんっていうやつ、はい、いや美味しいじゃん、うん、それも美味しいじゃん。美味しい。もうちょっとだからね。ああ独特、あんたそんなこと考えてんだけど俺もわかるなっていう。なるほどなるほどなるほど、ストレートに言っちゃおしまいよみたいな、ね、石田ゆり子さんのおしっこ飲みたい人はーいってある、うん、それはもうわかるじゃないですか。分かんねえんだよなそこが。これ赤信号渡っちゃいけませんよね。はーいって小学生に言ってんと一緒だから。それわかりますよね。なるほど。綾瀬はるかちゃんのおしっこサンマにチュッと絞って食べたら美味しいと思う人はーいって言うんだよ、クラス中。さあ、続いて上がるでございますね。私有吉のテンションが上がるメールを募集してますけどね、さっきちょっと辻君のミスで、はい、いきますかって言って1、はい、2、3台やろうと思ったんですけど、はい、やっぱりみんな元気出してほしいから、はい、妊婦の皆さんに、はい、ちょっと辻君がもう行きますかって言ってブレイク行っちゃったから、はい、ちょっと妊婦の皆さんに、妊婦の皆さんっていうか世の中のお父さんお母さんをただ怒るだけで励まし最後励まそうと思ったんだけど、そこまでにはちょっと至らなくてすみませんでした。本当にブチ切れた人で怒ってたな。私はそれでも構いません。私の発言、私の不徳の致すところです。子供に悪影響だ。また犯罪者が出りゃアニメが悪い。はい、本当に下ネタ、はい、子供が下ネタ、いやテレビのせいだ、はい、漫画のせいだ、うん、いますね。違う、お前のせいだ。、うん、ラジオネーム名探偵ラプレス、綾瀬はるかさんのしょんべんを。いやもうなんだよなんだよ。いやすいません。じゃあはい、なんだいきゅりやん、そう、はい、いやほらほらとか言う、お前らが悪いんだよ。ああそうですね、それで煽ってるだけだから、勝手にバカがどっかで覚えた知らねえテクニックでよ。危ない危ない、放送していいんですか。違う、うるせえんだよバカ、黙ったろ。親のせいだお前、西尾が売れねえのは。西尾が売れねえのは西尾の親のせいだね。いやいや、マジっすか。ああ親を恨め、世を恨むな、親を恨め。いや俺売れなくて親恨むんですか。綾瀬はるかさんのしょんべんを小さじ1杯入手した俺、どうにか量を増やしたいと思い、1リットル水で薄めて、その水でもやしを育て、しっかり水を吸い成長したら火を通さずそのまま食べたい。これ全然だろ、伝次郎先生じゃないんだから。そんなお前アイデア出したってしょうがないよ。お前科学のアイデア。そんならダメよ。すぐだから、すぐ食べないと、すぐ飲まないと。小さじ1杯もらったんだろ、うん、もうじゃあ鼻からだよ。いや、そういう入れ方なんですか。アメリカの映画でよくやってるけど、なんかやってるやってるよ、あれよくギャングの映画とかやってない、やってますね。おしっこは、おしっこは片方の鼻の穴押さえてってするやつも、そうですね、あれやりたいと思います。粘膜に口からじゃないですよ、そうなんだ。あげないラジオネームトマト麺、真夏のイバンカトランプさんのパンプスにたまった足汗をかき集め、それを醤油代わりにしてお寿司をお腹いっぱい食べたい。全然それは。うん、ちょっとやっぱりね、またね、はい、ちょっとあれだね、背伸びしてるよお前ら、また
背伸びしてたまにあるんだこいつは、あの大人ぶってみたりさ、なんか童貞のくせに、はい、のえ何個かやったことありますけど、うん、的なね、はい、あのことをこいつら言うことあんのよ、はい、こいつイバンカトランプのトランプの足合わせでお寿司食べたいと思ってねえよ。そんな風に育てられてるわけねえだろ。このラジオネームトマトメンが無理すんなよ。あれだろ、どうせイバンカトランプのおっぱい見たいだろお前は。正直なところそうでしょ。で足痩せでお寿司食べたいって俺には通じないよこんな嘘っぱち。嘘っぱち。背伸びすんなって。ラジオネームメダカの素揚げ。今日は月に一度のご褒美で粗挽きウインナー 100g を買ってきた、うん、ウキウキしながらウインナーを焼いていると突然玄関のドアが開き誰逃れ明美が入ってきた。邪魔するよ。誰逃れは素早く家に上がり込み調理中の俺の背後に回り込む。まずそうなウインナーだね。誰逃れはそう言うと突然口をもぐもぐさせ始めウインナーに大量の唾吐きかけてきた。俺は背後で得意げな顔をしている誰逃れに気づきながらもただただしかとしたい。まあね、誰のがね、が唾吐いたところで何にも上がらないじゃん、だって。全然。だって、味噌のとか誰のがれ、はい、一緒だから、はい、グループが。私が興奮しないエリア、ね、いわゆる。いわゆるテレ朝の野球でいうところの、あの、野村スコープでいうところだ、全然、あの、あの外れてますから、ストライクゾーン、全然。冒頭。まあ俺がこうなったらもう親のせいだ。ただただ親を恨む。ただただ親を恨む。本当に。親のせいなんですよ。いやそれはそうだろお前。親のせいですか。親のせいだよそんなの。何世間のせいにしてくれてんだよ本当に。世間のせいじゃなくてただ本人のせいなんじゃないかと思ってるわけですけど。親じゃなくて親か。まあガキの場合ね、ちっちゃいまだ幼稚園とかね、あんなこの場合は特に親のせいだな。二勝利が売れねえのは親のせい。看護やろやろ。俺の人生めちゃくちゃにしなかったやつら。逆恨みすんなよ。どうりで売れねえ。逆恨みすんなよ。殺すぞお前銃で。銃で殺す。これの親のせいで銃で殺されるよ。どっかまず銃買いに行かなきゃ。ラジオネームチョチョポリス。100センチヒップの尻職人倉持ゆかちゃんにサウナでがっつり汗をかいてもらう。その汗が吹き出るケツを両手でパーンと引っ叩き飛び散るケツからの汗を俺の顔面で受け止めたい。ないね。ラジオネームアニーリンクス。寂れた田舎町を車で走行中にガソリンスタンドを発見したので立ち寄るとそこはガソリンスタンドではなく母乳スタンドだった。わけもわからぬままお金を投入し愛部先と書いてあるボタンを押すとノズルから白濁した液体が出てきたのですかさず20リッター全て飲み干し腹をタプンタプンにさせ出発。田んぼ道のど真ん中で JAF 呼びつけたい。まあだから、うん、あれはいいなと思う。これはなんかいわゆるジョジョの奇妙な冒険でありそうじゃん。こんなガソリンスタンドなんだこれミルクが出てくるぞこれっていうさ、うん、で飲んだらスタンドに取りつかれちゃうっていう、うんうん、ただねちょっとこれはこいつが嘘ついてんなっていうところはね、うんうん、20リッター全て飲み欲しい、うんうん、20キロですよ。まあ飲めないジャイアント白田君でも10キロちょっとって言われた、11キロぐらいじゃなきゃって言われた容量、うん、20リッター全て飲み干せるんだったらまずあれ出てくれよ。おうかんそんぐいよ。期待の新人じゃねえか。なあ20リットル、ね、アニーリングス、すごいですね。20リッター全て飲み干すんだったらな。そんな田舎寂れた田舎町でくすぶってないでな、うん、東京出てこいよ。
やろうよ、大食い。やろうよ、大食い。こんな俺が大食いかよ、プロデューサーみたいな。ラジオのメス、今日はちょっと、うん、あのパン出すの忘れちゃう日だった。すいません、今日はパン忘れちゃう日です。パン忘れちゃう日、忘れちゃう日です。ラジオネームエスロー。今日山川のまたちょっと、はい、リスナーの皆さんのためにちょっと、はい、山川女子の、はい、あのバックショットをちょっとさ、はい、久々に撮影させてもらったんですけど、撮ってましたね。撮影した後さ、山川が後ろ向いたまま一礼してどっか行くんだよ。はい、ありがとうって言ったら一礼してどっか行くんだよ。あれはどういう感情なんだよ。どういう感情なんだよ。確かにどう、はい、いいですか、ね、はいはいはい、じゃあ後ろでございます。ちょうどいいですね、黙って一礼すっとした。別に俺に頭下げるわけでもなく、なんかどっかにどっかに頭下げてすっとどっか行くんだよ。あれどういう感覚なんだよ。今日上がりませんでした。山川のズンズラのバックショ、秋のバックショットは、ツイッターの方でお楽しみ。秋のバックショット。コーナー、上がる、私有吉のテンションが上がるメール募集してます。お、電気グループか。電気グループか、これは。電気グループじゃないですね。クリフトマスよ。違う違う違う。違う違う。テクノがないから。テクノ、これ。テクモ。テクモ。テクモ。ゲームの会社ですよ。テクモ。テクノ。テクノ。マイティーボンジャック。それテクモかな。ラジオネーム豆腐小僧。石原さとみさんに俺の祈祷ギリギリのところでハンドスピナーで遊んでほしい。これは幼稚だね、やっぱり。まだ。ラジオネーム名探偵ラブレス。乾燥してきたので加湿器購入した俺、たまたま俺のマンションの2階には吉永小百合さんが住んでいる。そして吉永さんの部屋の下水管を俺の部屋の加湿器につなげること成功。1ヶ月経ったある日、その部屋は吉永小百合さんの部屋ではなく小柳ルミ子の部屋だったことを知り、そりゃないよーと言いながらマンションから飛び降りたい。上がらないですよ、だって。上がりませんよ、それは。ラジオネームパンチドランカー斉藤。歌手大悟に KK は AF いけるの？と聞くと、え？ KK は AF？ どういう意味ですか？と聞いてきたので、北川景子はアナルファック経験済みかって聞いてんだよと返すと、大悟は少し考え、 KKK っすねって言ってきたので、 KKK？ それどういう意味？と聞くと、今後の可能性に期待ってことっすねと言われ、自らの嫁の可能性を決して否定しない器のデカさに感服したい。まあな、まあなですね、まあ、俺は上がらないですよ、これ聞かされても。ラジオネーム鳥獣ギガジャクソン。井森美幸さんに待ち伏せをされ、これ作ってきたのとリボン付きのこけしを渡される俺、今後井森さんと会うたびに、あのこけしどうかな、また欲しいこけしがあったらいつでも言ってちょうだいと井森さんの不器用な愛に触れたい。ないなぁ。全くないわ。ラジオネーム井森さんで興奮すんのかなぁ。ないなぁ。綺麗ですけどね、そういうあるよね、綺麗ですけどねっていう意見ね。ラジオネーム超重ギガジャクソン。ガッキーと恋ダンスを覚えている俺、ダンスを全く覚えられないせいで30個も年下の振付師の女に、あんたみたいにやる気のないジジはいらないって言ってきたので、やる気がないとはなんだ、思わずカッとなり取っ組み合いの喧嘩になった。振付師の女に負けてタバコを吸っているとガッキーが顔を真っ赤にして、あの見えてますよというので、下半身を見ると短パンから金玉がはみ出ており、俺は二つの意味で恥ずかしいところ見られちゃったねと、俺のほっとけないところを見せ、ガッキーの母性本能をくすぐってあげたい。まあわかるね。金玉を不可抗力で、金玉を不可抗力と思わせて金玉見せたいって願望は常にある。
とんでもない発言ですよ、全然分からない常にあるのか常にあるちょっと理解ができない、うん、まあそうですね、短パンとか入ってたらね、ありそうですけどね、相当俺が短めの短パン履いてるときは怪しいだろ、うん、あそうですね、あ見せたいんだよないや、やるぞやるぞって自慢べき G メンみたいなやるぞやるぞ、あ、やったやったやった、やった捕まえに来て、はい、ラジオネーム5時に起きるんだ、ゴミ捨て場に吉岡里帆ちゃんのパンティーが入っているゴミ袋があったので、ゴミ袋を破ってパンティーを持ち帰ろうとした時に目の前に武田鉄矢こと金八先生が現れた、うん、はい止まりなさい、正しいという字は一つに止まると書きます、どうか一つ止まって正しい判断ができる人間になってください、今すぐおやめなさいと説教してきたので、俺はすかさず、このリホちゃんのパンティーがお前には目に入らぬかと突き出す、それを見て今までの説教が嘘だったかのように、理性を完全に失った武田鉄矢と二人でツインオナニーした上げとくパン、ひょんなこと、あ、ごめんなさい、ラジオネームもちにこ、ひょんなことから女子バレー部のコーチをすることになった俺、ボールを発射させる機械にこっそりと自分の陰毛を大量に集めて作った陰毛ボールを入れ選手にレシーブさせる、すると陰毛の弾力が強いせいか、レシーブされた陰毛ボールは高く上がり天井に引っかかってしまう、天井でバラバラにほどけた陰毛が上からゆっくりと降ってきて、それが陰毛であることに気づいた選手たちと一緒に陰毛だーと言いながら逃げたい、バカじゃない何言ってんの、マンガ太郎じゃないんだからあげるよラジオネームアニーリングス、鈴木京香さんに今年取れたばかりの新米を脇で握った脇握り作っていただき、新米の甘みと京香さんの妖艶な塩気が絶妙に入り混じった脇握りに舌鼓を打った後、ジャンクフードばかり食っている小僧どもに食の偉大さを解いて回りたい、うん、なるほどね、まあまあ平均だな、これは普通のことだから、普通のことなんです、平均か全然分かってないな、じゃあこれ平均かレベル高すぎんの、ラジオネーム三平、居酒屋で西内まりやさんに怒られている最中ズボンのファスナーからつまみ出したチンチンをいじり激怒した 西内まりやさんにビール瓶でほっぺたを思いっきり殴られ、顔面パンパンの状態で貴乃花親方に会いに行き、いや忙しいんだバカ野郎と張り手を食らって吹っ飛ばされ、フラフラになりながらも花田勝氏にチクリに来て集めるんじゃないよ全部集めるわ、今日は日記は飛ばしましょう、日記は飛ばして全部上がるの方行きましょう、時間がね、すみません、ちょっとセクシー論争でちょっと時間食っちゃうセクシー論争もラジオネームプチョヘンザ、昼休みお弁当作ってきたから一緒に食べようと川口春奈ちゃんに誘われた俺、春奈ちゃんの手作り弁当が食べられるとウキウキウォッチンの俺に手渡されたのは空のタッパー、うん、キョトンとする俺をよそ見に春奈ちゃんは自分のお弁当を食べ出した、うん、あの空だよねこれと言いかけた刹那、春奈ちゃんは咀嚼したおにぎりを俺のタッパーに吐き出した、いいよ食べて、唾液と潰れた米、ドロドロのでんぷん質をすする俺を彼女はお物を見るように見下してくれた、春奈ちゃんこそ女神、まあ美味しいだろうな、いや美味しいな、感想が分かんねんねえな美味しいな、ここで味の感想ある、美味しいだろうなって人が食ったよ、体には塩気は取ってるどこに行けるの、ラジオネームアニーリングス、俺の金玉袋を引き伸ばして作った玉金ドラムをシシドカフカさんに演奏してもらい、絵も言われぬ音色に興奮したカフカさんが俺の尿道にドラムスティックをぶっ刺しながら、いつか二人で日本の音楽シーン席巻しようとテンションぶち上がるセリフ吐いてもらいたい、うーん、まあ、こ
これは努力賞だな、うん、金玉を引き伸ばして作ったんだもんな、玉金ドラゴン。努力賞努力賞だ努力賞か。ラジオネーム三平。夜道を急ぐ石野陽子さんの前に飛び出して全力で変なおじさんダンスを披露すれば、この人変なんですと叫んでもらえると思いきや、いや志村はお前ほど変じゃねえわと冷たくあしらわれやや落ち込みつつ、志村と石野の深い絆にほっこりしたな。すぐなほっこり上がるのを食ってこい。来てな以上です。さあ続いては上がるでございます。私有吉のテンションが上がるようなメール皆さん送ってきてください。ラジオネーム名探偵ラブレス。僕の営む靴屋に本田翼がやってきた。革靴を履きにくそうにしていたので、靴べら貸しましょうかと尋ね、靴と足の間にポコチンを入れ一生の思い出作りたい。まあまあわかりますね、これはね。やってみたいなっていう願望は、あの常日頃持ってます。常日頃、ね、ラジオネーム臭いお地蔵。安室奈美恵さんとタコパならぬサーターアンダギーパーティーアダパをしている俺、アダパ中安室さんに金玉を引っ張られ、痛い痛い痛い、これは金玉です、サーターアンダギーはそっちですと俺が言うと、あごめんごめん間違えちゃったと笑顔で謝る安室さん。このやり取りを1日何回も安室さんにやられたい。これはある。おお、金玉引っ張られたい症候群なんだよね。症候群、痛くないですか引っ張られた。いやあるんだよ、それちょっと痛いのは分かるんだけど、でもやっぱそれはあるんだよな。あるんだよな、あるんだよなって、いまいちないので。ゴールデンボールシンドロームっていう。いやいや、病気で症候群、症候群。症候群がわかんないんだよな。引っ張られて症候群ってなってて、もうそれ、ただの性癖なんだよ。ゴールデンボールシンドローム。これはもう、試験出ますよ、これ。試験に。試験どんな状態を言うのかわかんないんだよな。ゴールデンボール。自分で読む。ケツダシエッフェルト。120分コースで風俗嬢と1対1の忘年会を開催し、酒を浴びるように飲んだ後、チンコにサングラスをかけた俺の股間を見てもらって、うわっ舘ひろしじゃんと言われたい。言わない言わねえよ。じゃあミルク紙コップ。コンビニ店員の綾瀬はるかちゃんに巾着卵2個ウインナーを頼み復唱してもらう。ドジなはるかちゃんはスープを入れるときに指が入ってしまう。すいません取り替えますというはるかちゃんに対し、いや大丈夫と真摯の対応をしたい。遠回りなんだよな。餅巾着卵2個ウインナーっていう復唱してもらうんだ。復唱バカじゃん。ラジオネームサイン Z。 ガッキーの自転車を見つけた俺、とりあえず2時間ほどかけてサドルの匂いをじっくり味わう。すると何してるんですか、まさかのご本人登場。めちゃめちゃ動揺した俺は、いやあの俺は鼻炎だからという謎の言い訳したい。買いではないってことね。鼻が詰まってて、うん、まあな、家具だろうな、そりゃな。いや家具のゴムの匂いしかしないんじゃないですか、ガッキーだから、ね、サドルだった、うん、まあでも女性の場合だとひょっとしたらって思うよね、ちょっとやっぱりそのあのそう体の構造上さ、はいはい、ちょっと男性よりは匂いがつきやすいかなって思うじゃん。うん、まあ、まあそういうこと、まあ、直接ね、いや分かる、これは本当に医学的な問題なんだけど、どうだよ、そうだよね、そうだよね、医学的
まあまあそうだよね、男よりはな、山川もそうだ、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 そうだとは言ってねえよ。まあまあまあそうかもね。まあなるほどね。ラジオネームちて、やっぱり頭おかしいのかな、なんか、はい、やっぱり未だにさ、はい、自転車漕いでる女性見るとさ、はい、感じてんのかなって思っちゃうんだよ。それはまあ思ったりもすることありますよ。そこはこれ、はい、小学生の時から変わんないじゃない、ね、それは思ったりはしますけど、頭悪いのかな、感じ振動とかガタンガタンってなったりしてますよね。いやもう40超えてんだけどさ、はい、まだそう思うからさ、うん、感じてんのかな、 あいつって。いや、それはなんか分かりますけどね。なあ、はい、でも別に男で別に俺ぐらいのアナルプレイヤーでもさ、うん、その別にサドルにアナルついてるわけじゃん、はいはい、だけどうわ気持ちいいなって思わないからな。あ、なんか突起物みたいなのが、またそれはだから違うんじゃない、だから女性も別に、え、それで気持ちいいって思う人もあんまりいないんじゃない、別に。だって俺が実際そうだもん、アナルをサドルにつけてこう揺らすけど、別にはぁはぁって言いながら自転車漕いでないもん、別に無表情無表情何無表情そりゃそうでしょ。いやだけど理屈だとそうなるじゃないですか、まあ、ね、いや女性の方はまあそうなんだ、大きいからかな、面積もね、うん、そういう使い方もできるけど、うん、日常使いじゃ別にそんな興奮はしないのかもな。いや、しないんでしょうね。ケツの穴は入って気持ちいいってことですよね。うん、いや、まあ、いやでもそのいや表面を表面でも触って触る、なぞっても気持ちいいですよ。何を聞いてんだよ。聞いてくるなよ。なぞっても気持ちいいって答えるから。ラジオネーム地底の人生。阿川佐和子の正体がヨーダだと気づいたので、うん、急いで帝国に通報し、峰竜太の自宅におばさんヨーダをおびき寄せ、帝国の皆さんに宇宙から峰竜太の自宅めがけて、戦艦で一斉射撃してもらい、変な家を廃墟にしてほしい。上がらないだろ、そんな。かわいそうだなと思っちゃう。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。宝塚に入りたいと思った俺は、男だとバレないように、化粧をして、ティーバッグと超ミニスカートを履いた。そして宝塚の面接会場に行き、面接官のマヤミキが俺を見て即座に、あなた男よねと言ってきたが、俺は動じずに、いいえ、女ですと言ったら、マヤミキが、いやいや、だって、あなた、スカートから金玉見えてるわよと言われて確認すると、ティーバッグから金玉がはみ出ていることに気づき、顔を真っ赤にしながら、苦笑いした。お前らは苦笑いしたがるんだよ。わかるけど。いや、わかるかい。わかるかい。そこ毎回思いますけど。これ演じるから。ああ、美味しい。苦笑いしたいっていうのはわかるんだよ、ね、俺。いや、わかんねえな。苦笑いしよう。照れ隠しみたいな。顔真っ赤までわかるよね。顔真っ赤までわかる。でも苦笑いしたいがね。爪が笑いだね。ちょっと性的興奮もあるんだよ。コーナーいきます。上がる。はい、私アリエスのテンションが上がるメールを募集しております。ラジオネームもちにこ。マジシャンである俺は広瀬すずちゃんから1枚カードを選んでもらい、見えないようにトランプの束に戻してもらう。俺はトランプをよーく切ってから指をパチンと鳴らし、あなたが選んだカードはあなたのパンティーの中にありますと言い放つ。恐る恐るパンティーの中を確認するすずちゃんが、驚きの表情とともに取り出したのは、すずちゃんが選んだ
陰毛まみれのハートの5。俺はそのカードを再びトランプの束に戻してもらい、あたかも次のマジックであるかのように束ごと食べたい。これはでもアイデアマンだね。アイデアマンなんだ。これはさ、実際にそのパンティーの中にカードがなくてもいいじゃない。まあそうですね、パチンってやって、はい、はい、パンティーの中にトランプを今入れましたよ。え、確認してくださいってこう確認させるだけでもうこっちのもんだよね。こっちのもんだよねじゃないんだよ。その作業をしてくれるだけでも十分。まあでもしてくれるよね。でこの人が偉いのはさ、陰毛まみれのハートの5をトランプを束に戻すっていうところだよね。普通その1枚だけ食べるでしょ。食べる、食べちゃう。普通食べる。これエンジェルだね。パンパッ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 。ラジオネーム名探偵ラブレス。橋本環奈ちゃんの足の指の隙間のゴミを拾うことに成功した俺、それを自宅に持ち帰りカレーにかけて混ぜずにゴミの部分からすくって食べたい。いやこれは全然その場で食べるよ。そういうことですか。バカじゃないの。いや持って帰ったらもうそれゴミだもん。ああそう、いいゴミ、いいゴミじゃんそれ。ただのゴミの中では。うん、でもその場で食べたらもうそれ皮膚だから。そうか、まだゴミになってないですね。うん、瞬間で食べてるから。その人を見ながらじゃないとダメってことですか。だから香味が残ってるか、松茸とこと一緒、もうその香りが大事なんだから一番。香り抜けちゃうじゃん持って帰ってたら。風味が抜けちゃうから、ね、持って帰っちゃったらジップロックスッと入れるとかいろいろあるだろうけどね。お寿司と一緒ですよね、握りたてすぐ食べて。待ってよ安田さん、何軽蔑した顔してどうしたの。いやまあなんかわかんないですけど、あんまりその、うん、理解があんまりできない。ゴミ食べたいっていう感覚ない。ゴミ食べたいっていう感覚はないです。ゴミ食べてるくせに。ゴミ食べてないですから安田。ゴミとは食べてないですよ。松崎飯みたいな安田飯ゴミじゃん。安田飯ってゴミじゃないですよ。あれまあそうなやつじゃないですか。ラジオネームメイドメーカー。俺のチンコの形をガッキーの家の鍵の鍵穴の形にして、これでいつでも家に行けるからねと一人でつぶやきたい。これはちょっとまだね、現実味がちょっと。いやその前からね。その前からだけどね。マジックのとこからだけどね、実際言ったら。これからだけど。ラジオネーム、ツナ、はい。乃木坂46の泊まっているホテルに侵入した俺、そのまま女湯に行き、乃木坂の子が入っていたであろう湯船にゼラチンを大量に入れゼリー状にし、特に味付けもせず素材の味楽しみたい。うん、これはもう犯罪一周がするからダメだね。女湯に入っちゃうっていうところがもうこれ、はい、もうダメだね。そうです。時間帯によって男湯女湯変わりますっていうところだったらいいけどね。はいはい、はい、ありますけど、うん、これは女湯って限定だったらちょっと犯罪の匂いがします。これは通報します。ラジオネームセンターエビス。道端で広瀬すずちゃんのパンツを拾ったところ、悪魔の七尾が現れ、そのパンツかぶっちゃえばいいじゃないと俺をそそのかす。そこに天使の川口春奈ちゃんが現れ、そんなことしちゃダメ、警察に届けましょうと俺を促す。さらにそこに現れたのは平野レミさん。そのパンツ衝撃にしてみたら。俺はレミさんの言葉に従い、自慢のレミパンでパンツの生姜焼きを作りたい。3人目の登場人物。天使と悪魔と平野レミ。レミさんの言葉聞いちゃった。聞いて。めちゃめちゃ面白いじゃん。あげよう。あ、レンジェルあげよう。発想が3匹目出てくることになるね。ラジオネーム、ドドドド。古着屋の経営を始めた俺、そこに大量に T シャツとランニングパンツを売りに来た松下奈緒。俺は松下奈緒の服にシミや汚れがあることを知り、シミがありますので1着100円ですがよろしいですかと聞く。すると松下奈緒は、え、こんなのが100円になるんですか
と売れることに喜んで売却した。俺はその松下奈緒から買い取った大量の服を口に含みシミを吸いたい。これわかるですね。まあ古着屋をやる人のまあ一つの理由ではあるでしょうね。まあ第4位ぐらいに入る理由の一つですね。シミを吸いたいじゃないですか。シミ吸ってるんですかっていう願望はないですか皆さん。いや、あんまり染み吸いたいな。そうですね、あんまりないです。もう今は、まあ、闇に入っちゃいましたけど、昔は、ブルセレショップなんていうのが流行ってましたよ。ありましたね。ね、うん、女子高生ブームなんて呼ばれて、うん、あの頃は悪い時代だったけど、うん、あれだけブルセレショップが、あの、人気が出て、うん、すごい勢いがあったのは、どうしてですか、うん、ああ、まあ。何を吸いたいんですか、みんな。せーの。染みを吸いたい。キレはせーのシミだろ。あ、すみません。はい、バカをジジイ二人で。いや今のはちょっと本当に反省。すみませんでした。あ？本当に反省しなきゃいけない。おお！うわ！びっくりするから。びっくり。自分でびっくりしちゃった。耳つぶれたのかな。鼓膜破れたんじゃないかと思った。俺自分でファーって。ラジオネームマグナム名古屋。大政彩ちゃんに自撮り撮って、自撮り送ってと言われたので、俺の切れ字の写真を送ると、今から会おうよって返事が来た。待ち合わせ場所に行くと待っていたらまさかの警察。後日刑務所で初耳学に認定されたことを知らされた。上がらないよこんなの。いい加減って、警察行って上がらないだろう。ラジオネーム西のスイカ。泉里香のワイシャツとして生まれ変わった俺、洗濯され干されていると、近くにブラジャーとして生まれ変わった石坂浩二がいた。俺は石坂浩二、あの、に泉里香ちゃんのおっぱいってどんな感じですかと聞くと、石坂浩二は、泉里香ちゃんのおっぱいはね、柔らかくて大きくてと説明するんだが、説明が長いので無視したり。上がらないだろそれじゃあ。膝か浩二さんが、お、ブラジャーで。はい、もうちょっと続けます。はい。ラジオネーム、どうしようかな。どうしようかね。これ日記のコーナーがいつも短くなっちゃうんですね。ちょっとね。まあ今日はもう日記もちょっとまたこっち行きますけど。ラジオネーム、クラウンマジェスティ。満島ひかりと見つめ合い、先に目をそらしたら負けというゲーム。俺は必死に満島ひかりの眼球に食らいつく。すると満島ひかりの下半身あたりからちょろちょろちょろという音が。あれ、もしかして放尿してる。すると満島ひかりが、早く見ないと終わっちゃうよ。これは間違いなく放尿だ。俺は我慢の限界を抑え、すぐさま目線を満島ひかりの下半身に向ける。目の前には放尿を垂れ流すボイスレコーダー。悔し涙を浮かべたい。バカじゃないの。作詞だね。嘘食いに出てきそうな話だな。あげとこう。パン、ラスト。ラジオネームおまっとさんでした。タオルに肩、タオルを肩にかけた全裸の土屋アンナが現れ、なんだよこのザウラ、全然熱くないなと言って石にションベンをぶっかけ、蒸気となったションベンをタオルで仰いだ。むっと鼻を刺す刺激臭、一気に上昇した温度、流れる汗、ぶつかる俺とアンナの視線、どちらの方が長くサウナに入れるか勝負したい。その後一緒にコーヒー牛乳飲みたい。いいですねこれは。土屋アンナじゃいいです。今最近の中では良作です。あ、そうですか。あげときましょう。パン、以上です。コーナー上がるでございます。はい、私有吉のテンションが上がるメールを募集しています。ラジオネーム、イマム・マゴメドフ。天海祐希さんに伝説の剣エクスカリバーを豪快に振り回しながら俺の陰謀を剃ってもらい、ツルツルパイパンになったところで、天海さんに耳元で、
小学生みたいになっちゃったねと囁いてもらいたい。全然全然天海さんクラスだともうハイヒールでケツパーンと蹴ってもらってあーごめん足全部入っちゃったっていうぐらい、ね、足全部入っちゃった足全部入っちゃったラジオネーム期待外れの機械仕掛け。女子校の近くの病院に就職をし予防接種の注射を刺す時のチクッとした頭を我慢チクッとした頭を我慢する女の子の表情を延々と楽しみできれば写真集を出してボロ儲けしたい。全然わかりません。ラジオの西のスイカ。体温計をアナルに入れて測ると脇で測るより体温が高くなるというデマ情報を流し授業をサボりたガールにデマ情報が浸透し始めた頃に保健室の先生になるための勉強を始めたい。間に合わないんだよな。お前の塾と一緒だよな。ポキッとしまって今。どうすんだろう、ね、舌で測ったりとかね、脇の下、どこがいいの、ね、でもさ、今時口で測るやつが多いね。あ、そうですか、脇じゃないですか、口の方が体温はちゃんと測れるんじゃなかったっけ、なんかもう一瞬でピッてすぐね、そうさ、まあ、そうだな。昔水銀のね、水銀の体温計だったよ。俺は小学生の頃怖いことしたなと、あれ、授業中かなんかの時パーンと割ってさ、水銀手で集めてる。さ、逃げるんだよね、水銀ってね。逃げます、逃げます。ずっと触ると、ススッ、ススッとどっか行っちゃう。あれ、メリンでも入ってたら失明してたよ。そうなの。普通にあれ、小学生の時、やってた平気で。怖いね。怖い。今考えたらね。ね、ゾッとするよ。いや本当に気をつけてくださいねって。あ、まあそうです、ね、もう今はもうないでしょうけどね、はい、すいません、なんかついついアナルが絡まなかったからなんか閉まらなかった。そんなのアナルだけにじゃないんだよ。いいんだよもうそんなの。全てをそれにかけてやってるわけじゃないでしょ。餅に個餅に個。俺が公園でディルドを投げて犬と戯れていると、あのバカじゃない。たまたま通りかかった広瀬すずちゃんの犬が俺のディルドを持って行ってしまった。それを見たすずちゃんがこらと犬からディルドを取り上げてこちらに近づいてきた。ごめんなさい、うちの子が勝手にディルド持ってっちゃって私が持ってるやつと似てたからかなと謝るすずちゃんに興奮しながらもディルドであることをバレた恥ずかしさから、あ、全然いいですよ、もらい物なんでと嘘をつき何がもらい物なんであげとくよ。ラジオネーム臭いお地蔵。大好きなアナルを主体にした AV を見ている俺、そこに土屋アンナさんがやってきていきなり DVD プレイヤーを蹴り上げる。唖然とする俺に土屋さんは、そんな顔面越しのアナルで満足？生で見せてやろうかと言うと、答える間もなくアナルを見せてくる。え、舐めていいんですよね？と俺が尋ねると、ダメに決まってるだろう。その代わりほら、これで我慢しろと土屋さんは肉まんをこちらに投げ渡してくる。肉まんを手に取り、俺はアナルを見ながら肉まんの先っちょの部分を舐め回した。ちょっと似てますね。ちょっと似てますよね、じゃないか。あげるよ。上がらないけどね。ラジオネームもう一回、イマム・マゴメドフ。水谷豊のデスクの下に隠れて急に金玉をわしづかみにするというドッキリを仕掛けた俺。何も知らない水谷豊が机に座ってきたのでガシッと金玉を掴むと、おや、これは驚きましたねと思いのほか冷静な反応。俺はそのまま金玉を掴み続け徐々に握力を強めていく。そして水谷豊が限界に達したところで、人の金玉をそんな力強く握りもんじゃありませんよとマジギレされたい。いや、上がらないじゃん。何言ってんの。
面白いね、このドッキリ。面白いじゃん。やんないから、どっから。水谷豊さんの金玉を掴むっていうドッキリ。水谷豊さん限定で、ね、ラジオネームサイン Z。クイズ番組の司会を務める俺。第1問目。抗がん無知の意味を問う問題。回答者は長野メイだっけ。長野メイ。彼女は息を大きく吸いボタンを押し答えた。金玉を無知で打つこと。静まり返る会場。何かを察したメイちゃんは慌てたように再びボタンを押した。金玉袋をムチで打つこと。俺は正しい答えを解説しようとシャシャリ出てくる林修先生を蹴飛ばし正解と言いたい。でわからないみたいな、何を言ってんのか一回曲がってないわ、まあ、このコーナー始まって一回曲がってねえわ。三平、何でも気持ちよく笑ってくれると評判の菅野美穂さんの目の前で、俺の精子何匹いるか知ってる？35匹というクソみたいなクオリティのネタを披露し、無理やり笑おうとする菅野さんに思いっきりビンタして、カメラ回ってる時のこじるりみたいな真似すんなよと説教し、そのままきつく抱きしめ合って二人で泣き崩れた。あ、上がらないんですよ。だから、わかんない人たちだな、この人たち。ラジオネーム、餅2個。いつものように、18禁コーナーの垂れ幕をくぐると、そこにいたのは琴奨菊。気にせず、さくらまなちゃんの作品を借りようとするが、すべてが貸し出し中になっている。もしや、と思い、琴奨菊の手元を見ると、そのどでかい手の中にマナちゃんの全作品が。俺は勇気を振り絞り、あの、さくらマナちゃんの DVD 一枚譲ってもらえませんかと話しかける。すると琴奨菊は、ああ、あなたもマリナちゃんのマナちゃんのファンですかと意外にも気さくに振る舞ってくれ、小一時間マナちゃんの話題で盛り上がった。結局 DVD は1枚も譲ってもらえず、琴奨菊が返却するのを待ちたい。知らないよ、知らないよ。仮に来ないだろう、相撲取り絶対。ダウンロードだろう、なんか。そんなの分かんないけど。それは分かんないけど、ダウンロードかどうかは。ラジオネーム、アニーリングス。素敵だよね、どんなに寒くても一生懸命で。ありがとう、お疲れ様。冷たいゴツゴツしたアスファルトにチンコをすりつけている俺に向かって、石田ゆり子さんにそう言って声をかけてもらい、俺の冷えた一物を気遣い恵んでもらった石田さんの飲みかけの缶コーヒーをぐいっと飲み干し、アスファルトに今年初の雪積もらせたい。辛いよ。辛い。上がらない。全然上がらないな。まあ、ただな、こいつ好きだな。ラジオネーム、サイン Z。ねえ、これ、いくらで買ってくれます？質屋で働く長野めいちゃんに、冷水をぶっかけて、キュッとさせてる金玉を見せながら俺は尋ねた。彼女は俺の金玉を一別した後にポツリと、すいません、梅干しの種は買い取りません。俺は自分の金玉が梅干しの種だと思われたことに憤りを感じ、思わず、うるせえ、俺の金玉ばかりするな。そう怒鳴ろうとした瞬間、近くにいた中井貴一さんがつぶやいた。こりゃいいプルーンだ。彼の右手には俺の金玉。俺は原産国、俺のプルーンをカリフォルニアで採れたものだと偽り、高値で売りつけた。あげる。ラジオネーム、真人間。スナイパーライフルを持った泉理香さんに、アナルを狙われていることに気づいた俺。スコープで覗きながら、もうちょっと右、いや、もうちょっと上かと
と丁寧に微調整をしているリカさんにもどかしくなり、本人に悟られないよう少しずつ近づいてあげることにした5分経ってもまだ位置調整をしているので、俺は近づきすぎてとうとうライフルの先にアナルが当たってしまったそこで初めて俺のドアップアナルに気づきびっくりしたリカさんはライフルを小腸まで突き刺して慌てて発砲しようとするも、手元が汗で滑ってうまく打てず、俺はほっと一息、一命取り留めたい全然わからないですよ、何を言ってるのか意味がわかりません、逃げりゃいいのブレイクです